皆さんどうも、赤髪ムキムキトイシーです。気持ち悪い見た目だな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃこ大切そうやってきたぞ。エヴァコラボ、久しぶりのエヴァコラボだね。多分僕にとっては10回目のコラボかな。3回目だね。それじゃあ早速コラボステージからいっちゃおうか。まずはヤツマからいっちゃうよ。ヤシマだから、あ、カタカナも読めなくなっちゃったのか。こちらメンバーはどうしようかな。もう適当でいいよね。こんなの適当、すっきりせんと黒くて美味しいかりんとう。このスピードジューシーメンバーでいっちゃおう。これで余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り。じゃあライオンとシンカリオンを出していこう。この2体でどうにかなるんじゃないのかな。一気にいったら、うわー、なんか出てきた。これやばい。うわー、こっちか、めっちゃ弱ー。楽勝のシュッシュのシュー。まだ最初だから簡単だったね。どんだけ簡単なんだよ。もうブチ切れたいぐらいだよ。なんでだよ、勝てた方がいいでしょうか。動画の撮り方が全然ないと困る。また出てきたな。ゴツゴツ四角やろう。さあシンカリも行って、そのまま出せるようになりましょう。これであっという間におしまい、ししまい、ハゲの前優勝。あっさりと終わっちゃったね。どんどん行っちゃおう、どんどん。こんなところ秒殺で終わらしてやる。そろそろ強くなってくるんじゃないの。こんなゲボ弱の敵倒してきてんだよ。こんなところはあっさり終わりでしょう。っていうか四角野郎も結局出てこないで終わりなんじゃないの。ここ楽勝のシュシュのシュー。この勢いでどんどんといっちゃうよ。次だってどうせ弱くて楽勝、あんたが大将、派手ですごいぞ、マグロの回転ショー。クマモン連れてきたところであっさりこっちの勝ちだって。サナダとどめさせたらいいよと。相手弱いというかもうこっちが強すぎ。強ポン1歳半、強ポンベイビー。こんなところあっという間に終わらしちゃおうじゃないか。こんなの簡単、おいしい牛タン0点取ったらアンポントン。カチカチ四角野郎出てきたな。っていうかこんなのもう弱すぎてただの豆腐だよ。そこまでぐちゃぐちゃはしてないでしょ。ライオンだけで秒殺だ。秒殺警察1万円札、ガッポガッポ。今さら怠け者出てきても遅いよ。ほんと怠け者だな。あっという間に勝っちゃいました。楽勝のシュシュのシュ。もうこれでここ終わりか。じゃあもう一つの場所も行ってみよう。さっきのメンバーと一緒で勝ちかくてありがとうございます。調子に乗っちゃってるけど大丈夫かな。大丈夫、おならがブー。こんなガリガリ仮面野郎なんてあっという間におしまいだ。一瞬で終わっちゃったね。この調子でどんどん一瞬で終わらしてやる。ライオンからのシンカリオン、さあここも秒殺で終わらしてやれ。おお、サナダも出せちゃいました。あっという間すぎだからどんどんいっちゃえ。続いてもライオンからのシンカリオン、さあとっとこと出てこい、ガリガリ仮面野郎。結局ここも出てこないで終わっちゃう。結局出てきたけどこんなのもうあっという間に終わりでしょう。さあとどめさせちゃえ。もうこのまま終わっちゃいそうだね。終わりおりはべり今そかり、あっという間にここも終わって、ああ、終わりだ。あっという間に終わりすぎて取れたかなくて、あ、じゅっぴじゅっぱー。こうなったらもう思い切ってガチャでも引いちゃおうかな。確定ガチャにしなくていいの。チケット使って11連だ。新しいアスカさえゲットできれば再生数ガッポガッポ。おじゅ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 、引かなきゃよかった。おじゅっぴじゅっぱー。チケットもったいないことしちゃったよ。何やってんだよ先生。先生何もしてないから。やっぱりみんな確定ガチャで引くのが一番だよね。だけどもうあと1回だけ引いてみるか。降りてないね。奇跡が起きるかもしれない。おお、これはエヴァコラボキャラか。全然違うでしょ、ただのレアだよ。というわけで確定ガチャをお楽しみに。それではまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。